ああ、ヒョッタさん、続いてのニュースはいかがしましょこれ上村隆行こうか。いきますか。はい、わかりました。では、この話題にもね、触れてまいりましょうか。上村隆史氏、慰安婦誤報で韓国から賞金93万円ほう、続けて深入りまいりましょう、週刊新潮の記事によりますと、朝日新聞の元記者上村隆史氏が韓国のリ・ヨンヒ財団から優れたジャーナリストを顕彰する賞に選ばれたということです、今回の賞は年に一度真実の追求に努めたジャーナリストに与えているもので、上村氏はメダルと賞金1000万ウォン、日本円にしておよそ93万円を受け取ったということです。その表彰式が今月4日にソウル市内で行われ、上村氏は賞の受賞は負けずに頑張れという韓国ジャーナリズム界の大きな励ましだと思います私を応援してくれる韓国の皆さんに感謝します。この受賞をきっかけに日本と韓国のリベラル勢力の交流が一層深まることを願っております。安倍政権下で河野談話が無力化し、日本の侵略戦争による被害の記憶継承作業に対する攻撃が相次いでいます。こんな危険な風潮を変えていかなければならないと思いますと話したということです。もうどうしようもないね、この人物は。ねえ、本当にだってね、もうこれですね、あなたは偉そうに言ってるけど、その本家本元の、まあ、もともとこれ朝日新聞の元記者やけど、本家本元の朝日がこの記事は、はい、実は、間違ってましたと、うん、言うてるわけでね。そうですね、でしかも明らかに間違いやね、でね、間違いというのはこれ私はまた優しく言うてるんですよ、本当はこれ捏造記事なんですよ、そう言われても仕方ないんですよ、まあこれこの番組で私何度も繰り返しますけどね、はい、キム・ガクジュンというその元韓国人のその先人慰安婦がですね、その元々はその当時もらってた軍票をね、はい、軍で使われるお金です。軍票が戦争で負けてただの紙切れになったと、うん、でこの分保証しろやってブーブー韓国に言うてる、うん、でそれに対してその記事を書いたのが上村隆史記者なんですが、その上村隆史記者はですね、全く事実と違うこと書いたんですよ、キム・ガクジュンは、日本のその挺身隊、女子挺身隊に応募した、のにかかわにもかかわらずそれを騙されて慰安婦にされてしまったと、そういうような事実母根の記事を書いたんですよ。つまり日本政府が、朝鮮人の女性のキム・ガクジュンを騙して慰安婦にしたというね、これはですね、キム・ガクジュンは、一度たりともそういうことを語ったことないんですよ。キム・ガクジュンは実際に言うてるのは、私は17歳の時に自分の義理の父親に、キーセンに売られたと、それで私は、そういうこのキーセンになったということを何度も繰り返して言うてるんですが、で実際に上村隆史記者はですね、そのキム・ガクジュンのインタビューを取ってそれを記事にしたと言ってるんですが、そのインタビューを取った時のテープがないんですよ、じゃあテープ出したら済むことなんです。つまりね、実際にキム・ガクジュンがそう言ってたとしたら、それはね、キム・ガクジュンが嘘をついたということで、まあ、その検証を怠ったというその日は上村隆史があったとしてもね、はい、一応だから本人が語ったことを書いたということになります、ところが本人が語ってはないんです多分ね、ただということは上村隆史さんの捏造と思われても仕方ないですよね、それで賞金93万円ですからねでも事実がどうだとか関係ないんでしょうね。韓国にとって利益のある報道をしてくれたという意味でこの上村さんは表彰されたと、実際に、ね、この上村隆史記者のことですね、捏造記者あるいはこの捏造記事というた、桜井義子さん、それからあと西岡勉さん、勉さん、まあ、これが上村隆史さんにですね、名誉毀損だということで裁判になって、これもう次々に上村隆史さんが裁判負けてますよね、で負けてるところが裁判所がですね、どうもこれは捏造だと、いうことを裁判所がまあ認めてるわけですね。つまり、もう法的にもですね、上村隆史さんの記事というのはもうほぼ捏造というお墨付きをもらってるわけですけど、大弁護団がついてましたよね、100人の弁護団ですよ、大弁護団にね、はい、それでも、はい、そんで負けた時の弁がすごいよね、
言論で勝って、法廷で負けたとか言って、勝ててないでしょ。あんた言論でもボロ負けないけど、ほんまに。もうなんか吉本新喜劇みたいな。もう散々やられて、今日はこのくらいにしといてやる。池の目高さんですよね。はい。ほんで、まあ、それに対して韓国はですね、いやいや、93万円、ボーンってやったら、ほんならね、またそこでその、上野隆さんが、この受賞をきっかけに日本と韓国のリベラル勢力の交流が一層深まることを願っておりますとかね、わけのわからないことを妄言ですよねこれね。本当に、はい、もうしょうがないよこれ。